うーし、うまいです。その一役の迷いが、よこしまなものを生んだ。それは脳を這いずり、丘を駆け抜け、空に災厄を振りまいた。エデル記第二節、解き放たれた災厄より。始まるよ。今回は1、実況、そして主人公はケビンへ、エピソードと例の奇跡へつなぐ物語、英雄伝説空の奇跡。ザ・サード・イブ・ヨー・エル・ディア・ヨー・エヌ・ DSVITA になります。モフおじです。私の視聴者は35歳以上から50代ぐらいなので、既婚者が多いと思いますが、お子さんと見るとしたらどんなゲームがいいですかね。まあいっか、まあいいや、とりあえずうまくいってるからいいでしょう。よし、では始めます。
クバモスさんとジアンです。本日もよろしくお願いします。今日から伝説空の奇跡ザサードエボリューションやっていきます。 PS ビーター版です。引き続き FCSC まではあれですね、配信でやってますんで、まあ、そちらは、過去のアーカイブを見ていただければと思います。で、今回サードで、ケビンが主人公ですね。ケビンが主人公で、まあ、エピソード系、概念に近い話ですよね。エピソード系と、あと、ゼロの奇跡に続くものが、確か最後の方だけだったような気がしますけどね。まあ、こんなのがあるっていう感じですね。では、早速やってみましょう。なので、ちょっとオープニングムービーみたいなの見たら、一回配信切ろうかな。ちょっとね、区切りをつけて、配信、あれですね、まあ、パートを分けたいと思います。よろしくお願いします。じゃあ、ニューゲーム。カンパネルラがいますね。まあ、またノーマルでいきましょう。FC エボリューションサード、見つかりました。はい。いいっすね。いきなりブーブーって。あ、ちょっと、ゼムリアストーンのかけら。これ、どっかで使えるのかな？最強の武器のやつっすよね。もう素材ですから、かけらなんで、いくつか集めないとダメなのかな。もしかしたら持ってたかもしれないですね、SC でも。まあ、読み込みますか。はいです。で、クリアデータって書いてあるの、これですね。視聴歴1238、秋か。リベラー公開事件から、ユリムナ帝国東部、黒いチェーン州上空。あ、帝国なんだ。まあそっか、警備員だから帝国っすかね。ラインホルト社製、新型飛行客船、ブシタニア号。またごついのが。うわ、すごいっすね、これ。飛行客船なんだ。だからか、こんな立派になってんの。まああれですね、寝る場所があるってことですね、しっかりした。まあ広場みたいな感じ。ああ、そうっすよね。いや、立派ですね。レジェンド・オブ・ヒーローっす。空の奇跡上、ジーサードエボリューション。皆様。基本的にはオートでやってきますね。長い。本日は、私どもコンラート社の主催するパーティーにお越しいただき、誠にありがとうございました。皆様もご周知のことと存じますが、本日は記念すべき、その通り、10年前の本日、我がコンラート社は、退屈そうですわね。でも、聞くふりだけでもしておいた方がよろしくってよ。この場所にいらっしゃる以上、あの方がどういう人物であるか、ご存知のはずでしょうから。ヘルマン・コンラート、かの百日戦役の折に財を成し、信仰ながら帝国有数の資産家として名を馳せている。死の将、そして数年前からラインフォルトグループと提携し取締役を兼任しているほどの人物。いやはや、経歴だけを見たら確かに大した御人です。こうして実物を見ていると、いささか拍子抜けではありますが。そんなことを口にしてしまって。いくら仮面をつけているとはいえ、あちらにいる黒服の方々に取り囲まれても知りませんわよ。恐ろしい話ですな。大方、私のような無粋者はつまみ出されてしまうのでしょう。その窓を破ってポイッとね。本当に面白い方ね。マスコミの方？いえ、意外とお役人さんだったりするのかしら。
ご想像にお任せしますよ。それにしても船の中とはとても思えませんね。ましてや地上何千アージュの高みにいるとは。新造されたばかりのラインホルトの飛行客船、今のところ世界最大級の飛行船という触れ込みでしたかしら。全長120アージュというとそういうことにはなるでしょうね。あくまで表の世界ではですが思わせぶりですわね。そんな謎めいた言葉で女を引きつけようとするなんて。まだお若い様子なのに随分手慣れていらっしゃること。おっと、お見通しでしたか。やれやれ、これ以上尻尾を出さぬうちに退散した方が良さそうだ気が向いたらまたおしゃべりに付き合ってくださる。このような名も知れぬ相手との楽しい方にめったにある機会ではありませんもの。何でしたらこのパーティーが終わってからいなり不倫ですか。あなたのお部屋ででも不倫早すぎでしょ光栄です。まだエイドスの目を盗むことができたら喜んで。あなたの部屋ではいけない理由はまあ聞かないでおきましょう。嫌な方。さあ知ってるやついるかな、この中に。ぱっと見は分からないです。縁も竹縄、そろそろ頃合いだな。彼のプライベートルームは甲板デッキを抜けた最上階。よし、動くとするか。お、来た。そうそう、できんだ。いや、面白いっすね。もうエステルとは全然違いますね、やっぱ始まり方が。セーブしておきましょうか。いいっすね、もう最初からセーブできるのありがたいっすね。ちょっと会話してみます。うん、お嬢さんってのがいるの。さっきの女性か今度はナンパされてんじゃんこれかけられたの。いや、結局声かけてんじゃん。いや、これやりてっすね、この夫人は。私の話をお忘れにならないで。この方は適当に足合っておきますから。自分からかけといて。暇なんですかね。クロックがいると。あ、さすがじゃのコンラとか。空の上で宴の様子とは波の資産家には真似できないよ。くすくす、全くですわ。ああ、ご満足いただけたよ。ですが、まだまだ欲求にすいませんぞ。皆様方にはこれより。おう、浪費家で有名なバラット公に、宝飾店、コリーズ商会の女社長。取り巻きも豪勢なんだ。しばらくその宴を楽しんでいてくれよ。ええ、もちろんですか。そして我が社の今後の展望も盛り上がっているな。ですかね。似たような見た目なのってわかんないですね。特殊なタイプの人はいない。プレイするかは置いておいて、ゲームのリクエストで受け付けております。 YouTube や DM あたりで何かしらコメントください。あれのキャラも石とか出てきてますよね、見たら。
さっきのじゃねえよ。どうせ。ほら、やっぱそう。さっきの黒人の旦那さんかね。まあ、そうでしょ。やりたい方です。あの姉さん。よし。お？妙だな。誰かに見られていたような。一瞬映ってましたね。まあいい。とっとと始めるとしよう。目指すは甲板デッキの先。最上階のプライベートルームだ。一応船の中探索できるんだ。お客様、招待状をお持ちでしょうか。ああ、これのことかな。SP に招待状を見せてやる。これは失礼を。どうか保安上の必要事項とお考えください。気にしてないさ。なんでこいつは帽子がついてる。会場のお客様には招待状の確認をさせていただいております。どうか保安上の必要事項とお考え。イースエイト最初に似てますね。あ、宝あった。うわぁ、しれっとあるんだ、最初から。オッケーオッケー。いや、もうデフォルトかティアラなのがすごいっすよね。まあ、さすがサードですよね。もうティアラとか存在しないかもしれないですね、もしかしたら。ティア使う必要ないっすもんね。1ポイント1万超えてんだもん、すでに最初から。お、本があった。カーネリア。わー、カーネリアって、なんかどっかで見たことあるな。あれかな、あの、帝国のとこにあったやつかな。帝国か、あの、なんか共和国の大使館。同じやつだと思うんだけどな。一応流しますか。なんかあれっすね。アイテム落ちてる。入ってる可能性がある。消えた。9か。10か。最初か。カジノできんだ。いや、さすがにできねえと思うんですけど、ね、
何を飲んでるの。贅沢だな、ここ。いや、カジノができるのかなり贅沢っすね。さすがに今はできないっすね。まあ、この辺の今だけだと思うんですよ、ね。さすがに。もしかしたら別のところでカジノができるかもしれないっすね。SC のやつをそのまま引き継げばいいだけなんで。最初に NPC の数が多いな。まあ、オートの城の中より人多いんじゃないのってぐらいいますよね。EP チャージ1。TR の薬の、やっぱ TR のデフォルトっぽいの。全員が入れるわけではないんだ。なるほどね。ああ、これで一般客は入れないのか。いや、なんでケビが入れるのかすげえ謎ですけど。盗んだんですか。上だと思うんで、まあ、まず。狙うは最上階だ。そうですね。こちらに用事はないな。これが以前からアナウンスされていた最新鋭の飛行客船ですか。なるほど。このエンジン音も聞き慣れないものだ。どうやら新型のようですね。この男、目が見えないのか。どう。お客様、まあこっちどうかなさいましたか。いや、なんでもない。どう？こっちに行けたんですか。なるほど、ね、身分の違いがあったとこ。これ壁の力で、ね、あれですかね。気が強くできるってことですかね。お客様、お待ちを。ここを通らないといけないのか。この先は主人コンラートのプライベートルームになります。どうかお引き取りください。ああ、お役目ご苦労。しかし君たちも運が悪いな。何のつもり。動きを止めて、あ、気絶したね。すごいなあれ、うん、両兵崩れといったところか。この程度の連動ならさほど苦労しなくて済みそうだ。いつもこのくらい楽なら助かるんだがね。もうアイスマンクラスの特技を持ってますね。こちらには用はない。冷凍の質が上がりすぎて最近弁当系より数が多いですよね。ワイスマンちょろりと倒しました。ローソンのホルモンチャーハンとかうまい。無駄に豪勢な部屋だな。さて、どこに隠してある。あなた、
花瓶の下にスイッチらしきものがある。これか。スイッチか。どうやら一つだけではなさそうだ。なるほど。ここにもあるのか。いや、いっぱいあんじゃん。いっぱいあんじゃん。フェイクか。初期化された。いや、うぜえ。いや、これうざいっすね。どうやら一つだけではなさそうだ。これあたり。このあたりですね。さて、お次は。これかな。まだあるな。うん？さっきのとこ最後にやるってことですかね。いや、他にないっすもんね。ここしか。いや、ここしかないよ。やれやれ。手の込んだことをしてくれる。いやー、これはやっぱ外れなんだ、あくまで。どうや。いやー、どっかに隠れてんだ。さて。まだ。いや、この辺もと思うんだけどね。絶対ベッドは怪しいと思うんだけど。違うんかよ、まさか。まあ、判定が鈍かったりしますからね、この辺。草田さんにダメなんだよな。してみますか、いいえ。あった、ほら、こんなとこにあったよ。お約束というやつだな。ここまで予想通りならば、おそらく。さあ、何があるんでしょう。金庫っぽい文字が刻まれたパネルがある。パスワード入れる必要がない。パスワードかよ。うん、可能性としては、いや、オルフェイス来た。オルフェイスじゃん。いやー、なんオルフェイス関連してるってことですかね。しかも前作知らなかったら無理っすよね。これだな、これですね。オッケー。やはりな。ってことは、あそこに繋がってるってことですかね。今回のターゲットは、連中がばらまいたおもちゃの可能性が高そうだ。連中、ああ、まあ、結社が絡んでる可能性があるってことか、単純に。さあ、なんかありました。愚者のロケット、身につければ大抵の嘘を相手に信じさせることができる。禁断のアーティファクトの一つか。やれやれ、武器商人風情が大それたもの。そんなったらやりたい放題ですね。おっと、うわー、閉まるんだ。来た来た来た。どういうことだ。見張りの連中は一体何をしていた。二人揃って仲良く眠らされてたぜ。針か噴射器を使ったらしい。同業者かもしれんな。このままパーティーが終わるまで中に拘束する。コンラート様に報告するのはその後にするぞ。仲間がいる可能性は。監視カメラの記憶を見る限りこいつ一人のようだ。ただバックアップが他にいる可能性は高いだろう。今のうちに招待客全員をマークした方が良さそうだ。どう？今のは。おい貴様、何がおかしい。いや、何、侮っていたことを詫びようと思ってね。
両兵崩れのチンピラかと思えば、なかなかどうして大した連度だ。こいつ。そちらこそ大した度胸。貴様の背景が何かは知らんが、コンラート様は容赦のない方だ。このまま無事に済むと思うなよ。舌を噛み切った方がマシだと思えるような目に合わせてやる。それは魅力的なお誘いだ。ただあいにくこちらも戦略があってね。なんだ。ああ、一つ言い忘れていた。君ら壊せる。はよそこから離れとった方がええで。バカな。動力砲の直撃にも耐えられる扉だぞ。やれやれ、この技手加減すんの難しいんやで。あんまり手間かけさせんといてや。しかできなかったんですけど、急に攻撃できるってことですね。なんだ、教会の神父。一応正真正銘の神父やで。今なら懺悔格安で聞いたってもええよ。兄さんら随分と後ろぐらい過去持ってそうやし。てぇ、惑わされるな。一斉にかかるぞ。一体さ、はぁ、そこは懺悔でミラ取るんかいって突っ込んでほしかったんやけど、まあよ、あんま時間もないことやし、まとめてかかってき。はい、来たね。俺の番やな。回復、この辺は一緒っすね。4人強制、4人2じゃね。状態異常か。これもいいっすね、状態異常って。こうして。もう、死ぬ。うわぁ、強え。めちゃくちゃ強えじゃん、これ。いいね。いや、状態異常がまず強いっすね。さてと。そわい。まだまだこれからや。まだ、焦って必殺は使わなくていいっすよ、ね。ボスっぽいの出てきたら、必殺はいきましょうか。業界の使い手。聖杯騎士というやつか。噂だけは聞いていたが。どんな噂かっちゅうのは、あえて聞かんことにしとくわ。心配せんでも俺の狙いは、あんたらの雇い主だけや。安心して気絶しとったらええよ。化け物か。さてと、目的の物は回収した。とっととパーティー会場に戻って、仕上げに入るとしようか。ああ、でも、あのマダムのお誘いを逃すのはもったいないかもな。ええ体してたし、いかにも旦那に満足してへんって感じやったし、ま、火遊びはほどほどにしとこか。警備にこの後、ヒロインも出てきますからね。どういう感じだったかちょっと覚えてないですけどね。こっちは一等客室か。さらうと面白せえけど、今回は見逃しといとるか。おっと。さてと。あ、これ届かねえパターンだ。どうしよっかな。そこや。モフ王子です。左利きなのですが、箸とかは別で使っているので、最近左をあまり使う機会がありません。そこや。運びとモフさんのボール遊びするときに左を使うぐらいですね。もらった将棋みたいな掃除してみるか。さてと、そこや。ほら、行くで。あ、ゼロだ。使おうか。じゃあこうすね。あ、回復だ。我が右手にありし星の探しを。回復なんかよ。天より高い輝きを持っている。いらねえわ。我らが盾となれ。
クラルティア。俺の番やな。そこや。攻撃のやつはまだ覚えないって思うか。俺の番やな。そこや。あのなんか槍みたいなの使えるぐらい。さてと、そこや。ゲームがめちゃくちゃいいっす、ね。ほら、次へ行こうか。さてと、それ。これだるいっすね。これだるいわ。いや、しかも向こうの攻撃しようがいいじゃない。いや、これだるいっすね。全然攻撃できないんだけど。なんだこれ。いや、無理だって。ちょっと死ぬぞ、これ。どんだけ攻撃できねえんだって。こりゃあかんで。我が右手にありし星の杯を、天より授かりし輝きを持って、我らが盾となるグラルティア。なんとかですね、なんとか。こりゃあかんで。回復せんとまずいじゃねえか。いや、回復できねえんだけど。いや、マジか、そうっすよね。さっきの使うしかねえのか。あ、これ5000回復するの。まさかのティアが5000回復するの。それこれでさらに550増えるから、これでマックスになるか。さてと。いやー、これね。それあれかな、遅延してんのかな、遅延してんだ、これ食らうことで。なるほどね。いや、そこもしんどいっすね、これ。全然こう言えんの。さっきさてと。これが使えるんですね。もう。大丈夫かかんねんだ。俺の番やな。そわい。俺の番やな。そこや。まだまだこれからや。会場はこっちじゃないな。あ、もう普通にもう会場に行けってことか。いるし。ほら、行くで。もう。石化とかチートすぎる。僕で死ぬと。ほら、行くで。そこや。よし。ほら、次へ行こうか。うん、やっぱあれメインで行くのが良さそうですね。会場はこ。決まってます、ね。4体。さてと。いやー、この微妙に距離離れてるの。そこや。まあやっぱり使えないよね、そんな。なんかティ
じゃでかい。さてと。発でかい強いですね。よくよく考えた。いくつになってんの中回かね、してねえかわかんない。全作と一緒だったら3000ぐらいですよね。せい！ああ、4000か。まあまあ、いいですね。ダーツ能力高そうですね。さてと。着3体か。もう死ぬ。さてと。そこや。ほな、行くで。そこや。さてと、それ。まだまだこれからや。さすがに直進しかなさそうですね。わあ、来たか。んだ犬。北の両兵の名にかけて、ここから先は一歩も通さん。ああ、やっぱり現役バリバリの両兵だ。しかも割と有名どころやったか。お国の事情はわかるんやけど、ここは引いてもらえへんかな。黙れ。貴様に俺たちの何がわかる。飢えと貧困に苦しむ我らがノーザンブリアのためにも、ここで名を落とすわけにはいかん。貧困に苦しむ方、まったく世知辛い世の中やね。ええやろ、こちらも全力で行かせてもらうで。事情があるんですか。ワンサス、俺の番やな。いや、こうなっちゃうよね。もう死ぬ。いやー、DJ がうぜ。マジ DJ うぜ。エンドレスで使われたらアウトっすよね、これ。ひたすらこうなるの。あの CD とか使ってくるし。使ってきて。いやー、これひどいって、マジで。なんもできねえもんな。いやー、しかもラッシュじゃねえかよ。ほら、行くで。じゃあ行くよ。あっち、クロウ。せい。さてと。もう死ぬ。これで犬が死んでくれるから。だが、おいしょおいしょ。さてと。さあ、ここはどうしよう。犬を使ってみる。そこや。はぁ、無事です。そら、それでも食らえや。一人で滑っていたら滑れるようになりました。雪が柔らかいとこけても痛くないです。次へ行こうか。ですが、周りには気をつけましょう。な、なんだ、一体何が起こっている。おそらく侵入者かと。しかもどうやらかなりの手だれのようです。何のために貴様らを雇ったと思っている。殺しても構わん。とっとと排除するがいい。いやー、そいつは無理ですわ。
なんだ貴様、教会の神父まさか。さすがにこんなものを持っとったら俺らの存在は知っとるか。貴様返せ。それは私のものだ。残念やけどこいつは女神に返すべきもの。一個人が気軽に持っていていいもんやない。殺せ、早くこいつを殺してロケットを取り戻せ。ヘルマン・コンラート、教会法に基づきエイドスの名において貴殿の身柄を拘束する。容疑はアーティファクトの無断所持および不正使用や。こんなことをしてただで済むと思うなよ。いくら必要教会とはいえナインフォルトの取締役である私に手を出したら。それに関しては先方とも話はついとるわ。どうせあんたこいつを使って相当無茶なことしてたんやろ。さすがに各方面でいろいろと問題が起きてたみたいやで。あんたみたいな戸様やとさぞかし敵も多そうやしね。ま、運が悪かったと思っておとなしくオナーについてや。た、余計な手間かけさせんな。今回はえらい簡単な任務やと思ったけど生かして捕らえるんもそれなりに面倒やな。そこまでだ。おっと完全武装してきたか。さすが名高き北の良兵、迅速な対応やね。無理無理。黙れ。こうして武装した以上先ほどのように行くとは思うなよ。言っておくがこの船には一個中隊の戦力が控えている。人質を取ったからといって貴様の逃げ場はどこにもないぞ。今回はお互いラッキーやね。何を言っている。もしこの小悪党が下法に認定されてたら危うく君ら全員を狩ることになってる。こいつ。ま、これにめげずに故郷復興のために励んでや、俺らの獲物にならぬ程度にな。女ごと捕まえてったね。やっぱ身柄をバカだ。丸々持ってくっていうのが目的なんですね。ワイスの時はカンパネラに持ってかれたやつが完全に溶かされちゃいましたけど。なかなか楽しませてくれる。だがお話はこれからだよ、ケビン・グラハム。誰だよね。結社絡みだと思うんですけど。何せ私はまだ目覚めたばかりなのだから。仮面の人物。Cry for me、 君の声聞こえてる、叫びをする僕の名前を。強がってた夢は見ないと、虫の呼ぶのが怖いから、夢を捨てればそれで何だろう、釣り上げる気がして、願い事が愛とか見えるものを映す。
つける力が本当の強さ。これが聞こえる立ち抜かれていくつも塊で暗い森のその声に応えるため今叫ぶ君の名前を。あ、いいっすね。このオープニングかなり好きなんですよね。この曲。覚えてますね。未だに覚えてましたね。キャンドル、君の声が聞こえてる、叫んでる。七王教会、聖杯騎士団勝負、それメルカバ5号機。グラハム卿、お疲れ様でした。お疲れ様です。今回は割とあっさりと片付いたみたいですね。ま、いつもに比べたら気楽なのは助かったわ。時間に余裕があったら勇敢マダムとのアバンチュールも楽しめたんやけどな。またそのような。あんまりハメを外してると総長に睨まれますよ。へいへい、まったく君らも固いな。なんで俺みたいないい加減な奴のところに配属されたかわからんわ。曲がりなりにも守護騎士の一人でいらっしゃるのですから、このメルカバを含めてそれなりのバックアップは受けていただかないと。銃騎士の数だって定員をかなり下回っていますし、いっそここらで思い切って人を増やしてみたらどうです？んなことしたら余計に一人で動きにくくなるやん。慎んで遠慮させてもらうわ。やれやれ。もう少し頼っていただけると我々も安心なのですが、半年前の一件にしても塩の杭の運搬しかお手伝いできませんでしたし。あれの運搬はそれなりに重大な任務なんやけどな。下手に動いて奴に警戒されるわけにもいかへんかったし。え？いや、なんでもない。予定通りこのままアルテリアへ帰還する。明日の、いやもう今日か、昼過ぎには戻れるやろ。ラジャ、どこからや？アルテリア、セルナート総長からの直々のご連絡です。マジでか。こういうタイミングであの人から連絡が入った時は、ろくなことがないんやけど。しゃない。つないでや。了解。やあ、ケビン。ご苦労だったな。総長、女性の。守備の方はどうだ？ええ。つつがなく、ブツは愚者のロケット。蛇の気配はありましたけど、多分、尻尾切りの対象ですやろ。そうか。ほぼ睨んだ通りだったな。ご苦労だった。帰還して体を休めてくれ。と言いたいところだが。空来た。ん？なんだ？あ、いやいや、続けたってください。うん。任務終了早々悪いんだが、一つ君に頼みたいことがあってね。うん。下報絡み、ですか？いや、ただの回収物だ。グランセル大聖堂の地下に一時的に保管してあるらしい。グランセル？なるほど。モフオジです。和関係かもしれない。ゲーム実況チャンネルへようこそ。レトロからチョイフルや最近のゲームまでやりたいようやってます。応援してくれる方いましたらよろしくお願いします。星のご相もあるんで、このままメルカバはアルテリアに戻らせます。リベーデは俺一人で。ああ、よろしく頼む。そうそう。この件に関しては、新人の銃騎士を一人派遣した。君の下に新たにつけるから、よろしく面倒を見てやってくれ。ちょっと待ったってください。新人って、あんたそんないきなり。
女神の巡り合わせはいつでも唐突なものだよ。訓練の成績も優秀だったから足手まといにはならないだろう。それでは健闘を祈る。あっが、はあ、その、なんというか。よかったじゃないですか。新人が入ってくるみたいで。いいことあるかい。まったくあの人は昔から変わらへんな。とても小説のモデルになった人とは思えへんわ。ああ、カーネリアでしたっけ。カーネリアのモデル。あれ、いいんですかね。我々の存在を世に周知しているような気が。あれくらい芝居がかった内容ならかえっていい目くらましやろ。ヒロインが死んだとかいうのも適当な撹乱情報になっとるし、もっとも実物を知ってたら簡単に死ぬような玉やないってすぐにわかりそうなもんやけどな。まあコメントは差し控えておきましょう。ともかく話は聞いての通りや。今回の件の後始末は君らに全面的に引き継ぐ。ミラの流れは洗った方がええな。まだまだ隠し口座がありそうや。なるほど、お任せください。我々はこのままアルテリアに戻るとして、あなたの方はどうします？そやな、適当な自治州で降ろしてや。できれば国際定期船が出とる町の近くがええかな。ラジャ、おっと、そろそろ夜明けですね。女子専用のエリアみたいなのあるんですかね。来た、第0話なんだ。聖杯騎士何章とかじゃないですね。第0話ってことはこれまあイコール序章ですね。同日号法ゼミリア大陸中西部、リベリカの方、500セリジが離れた地点の上空。おっと、いや、いますね、ドロシーが。ドロシー撮ってますね。違って飛行船には追いつけないみたい。でもでもみんなキュートで可愛かったな。あれ、ジョーちゃんひょっとしてケビンとボーイ。あなたはドロシーちゃん、久しぶりやな。まさか偶然飛び乗った船に乗り合わせるなんて思わんかったわ。私もびっくりです。お久しぶりですね。名前覚えてね。はい。あ、ひょっとして名前忘れてしまった？やだな、そんなことありませんよ。そうだ、ネギグラハムさんですね。そうそう、煮てやし焼いてやし薬味なんかにもおすすめです。ってちゃうわ。どう考えても人の名前やあらへんし、中華グラハム覚えとんのに、なんで名前の方は覚えてへんねん。冗談ですってば。実はおととい東方人街でネギ料理をいただいたばかりなんです。これがもうほんと美味しくって、お鍋なんでネギしか入れてないのに、名前出てきてないです。じゅわーっと甘くて、それでついつい間違えちゃったんです。はあ、まあ、ええけどね。それで、ドロシーちゃん。結局、俺の名前なんやけど。任せてくださいよ。ドビンさん、本当にお久しぶりです。欲しいな。そうそう。旬の素材を入れて蒸らしたら、美味しいお吸い物の出来上がり。って、それはさすがに無理があるやろ。
なるほど。ケビンさんはあの事件の追加調査のためにまたリベールに来たんですね。ま、そんなとこかな。そや、ドロシーちゃんはなんで国際定期船に乗っとんの？東方人街とか言ってたけど、まさか取材旅行にでも行ってたん？そうなんですよ。今回もナイアル先輩に一人で行ってこいって言われて。へえ、あの人も思い切ったことするな。外国での取材旅行やのにドロシーちゃん一人に任せようとするなんて。しかしそうやね、そうやって責任を持たせることで人は成長するのかもしれへんね。任せてくださいよ。最初はボースマーケットの取材のはずだったんですけど、なんとかなるもんですね。は、ナイアルさんに言われたんはボースの取材やったんか？ええ、そのはずだったんですけど、定期船の座席で居眠りして目を覚ましたらハルバードの首都に到着してたんですよ。不思議なこともあるもんですね。それ思いっきり乗る船を間違えてるやん。それでそのまま共和国に何日もいたんか？パスポートとか旅費とかは？それがちょうど空港にリベール大使館の人がいて仮発行してくれたんです。取材旅行中もいろんな人が親切にしてくれたからミラにも困りませんでしたし。はあ、こう突っ込みどころが多いとさすがの俺でもさばけんわ。しかしそんな事情やったらナイアルさんもさぞかし心配しとるんとちゃうか？どうなんでしょう。昨日編集部に帰るって連絡したらお腹痛そうな声してましたけど、やっぱりタバコの吸いすぎは体に良くないですよね。それはタバコっちゅうよりストレス性の異変やと思うけど。本日は国際定期船グレトナ号をご利用いただき誠にありがとうございます。あと30分ほどで本船は終点リベール王国オート・グランセルに到着します。皆様、手荷物などをご確認の上着陸前にはご着席くださるようお願い申し上げます。それでは引き続き空の旅をお楽しみください。あともうちょいで到着か。俺は着陸まで船内を散策するつもりやけど、ドロシーちゃんはどないする？そうですね、せっかくの国際定期船ですし、私ももう少しいろんなところを撮っておくことにします。そっか、頑張ってな。それではまた後で。ほら、よいしょ。ではすみません、ここでパート1回を開けたいと思います。次回第0話聖杯騎士の開始からっていう感じでやっていきましょう。それではご視聴ありがとうございました。バイバイ。ご視聴ありがとうございました。よろしければ YouTube チャンネル登録、高評価、拡散などをお願いします。また Twitch フォローもお願いします。